最後の準優勝戦のファンファーレが鳴り響きました。 G1 福岡チャンピオンカップ開設70周年記念競走第12レース、登場したメンバーは1号艇大阪の石野貴之、2号艇佐賀の峰竜太、3号艇福岡の中谷隼人、4号艇福井の中島光平、5号艇福岡の新海渉、6号艇福岡の宇龍正義。どうやら本番も動きはなさそう、枠なりとなりそうです。1号艇は石野です。わずかな差で予選トップを勝ち取った石野、このチャンスをものにするでしょうか。最後の準優勝戦、1号艇インコース、2コースが2号艇の峰、優勝した高松の宮記念の後も G1 優出が続いています。さあここは2コースから、3コース3号艇の中谷、ここは地元が3人登場ですが、中谷は3コースから、角4コース4号艇中島、琵琶湖周年に続く優出へ、5コース5号艇新海、 G1 はヤングダービーで初優出、ここは5コースからチャレンジ。そして地元の総大将、6号艇の宇龍正義が緑の勝負服で6コースから。第12レース、1番2番3番4番5番6番でスタートしました。第12レースほぼ揃っていきました。第12レースのスタート、横一線状態から1周の1マークは1号艇の石野が逃げる、3号艇の中谷がまくる、差しは2号艇の峰、さらには4号艇の中島ですが押し切っています。1号艇の石野貴之が堂々の逃げを披露、スタートは前提正常でした。1号艇石野抜け出して、さあ注目が早くも2番手となっています。1周の2マーク、1号艇石野に続いては5号艇新海が待ってきた、シャープにやってきました。4号艇と2号艇の2人、さあここは4番と2番の優出争いとなっていきそう。内側に4号艇の中島光平、外から2号艇の峰竜太、4番と2番はラップ、僅差では3番と5番もまだ追走していますが、さあ2周1マーク、2番手は4号艇の中島が回って、その相当いきます2号艇の峰、2番手は4号艇の中島が前へ出ました。3番手2号艇の峰、上位の体型が1番4番2番となって2周2マークに向かっています。トップで折り返すのは1号艇の石野貴之、2番手追走4号艇の中島光平、続いて2号艇峰竜太、ホームに帰って上位の体型1番4番2番、その後方に5号艇新海渉、3号艇中谷隼人、6号艇宇龍正義となっています。さあここは遠征勢が上位を形成の形になりましたが、先頭は強い陰線披露しました。1号艇の石野、2番手4号艇中島、3番手2号艇の峰、上位の体型は1番4番2番1、4、2の3連単のオッズは14倍ちょうどとなっています。G1 福岡チャンピオンカップ準優勝戦はすべて1番4番の決着となりそう。先頭1号艇石野貴之、2番手4号艇中島光平、2号艇峰竜太は3番手、まもなくゴールです。1番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、3番と5番、5番と3番は接戦でゴールイン、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。